どうも、ハイチーです。時事問題の板書が映ってますけど、時事問題の動画ではありません。違う動画なんですが、今途中なんでね、書き終わってないんですよ、これ。で、何やっていくかっていうと、学生からもらうノートとか字をきれいに書きたいっていう相談と、塾講師、主に大学生が多いかなと思うんですけど、塾講師をされてる方から、そのホワイトボードにきれいに書くポイントって何かありませんかっていう相談を結構いただくんですね。塾ってまあホワイトボードか黒板使うことが多いので、そのホワイトボードと黒板のポイントはまた別々なんですけど、ちょっと違くなっちゃうんだけどね。まあホワイトボードを自分が使ってるんでね、その相談をごちゃ混ぜにして一緒に答えていきます。いいかな。で、手短に済ませますんで、よかったら最後までお付き合いください。で、細かいことを言い続けるとですね、長くなってしまうので、まあ、大事なこと、自分がすごく意識していることを出そうと思うんですけど、例えば自分、まあ板書をね、結構褒めていただくことが多いんですが、実は、一個一個の文字を取り出したときは、そんなに上手くないんですよ。字が超上手いっていうタイプではないんです。これは自覚してるので。そう。書道とか、硬筆とかを習ったことがないので、完全にオリジナルなんですね、自分の中で。自分がこういう形の字が綺麗だよなっていうものをすごく想像っていうか思って考えてそれに近づけて書いてるだけなので、そこはねうまくないんですよ、一個一個は。ただ全体をまとめた時に綺麗に見えるっていうマジックは使ってるつもりなんです。マジックね。でそれが何かっていうと、一個一個の文字でぐしゃっとしないっていう、ぐしゃっとしない、まあこれ音で伝えると何言ってんだってなっちゃうんだけど、何かっていうと、例えば目標の表とか、排出量の量とかもうそうだね、画数が多い消費の日とかもそうか、ちょっとそういうタイプなんですけど、画数が多い時にぐしゃっとしやすい。でぐしゃって何かっていうと、じゃあ排出量の量、これちょっとあんま上手くないんですけど、まあ大きく書くとこういう風に書けるじゃないですか、量っていうのは。でもちろんみんなのノートとかホワイトボードでもちっちゃく書かなきゃいけない時って出てくるので、特にノートがそうだね、ちっちゃく書くとね、意図的にやりましたけど、これは。こういう風に、線と線が重なることが出てくるんですよ。ちょっとこの下の里の部分、大きく書くと、こういう感じ。まあ、大きく書くとさ、そんな風になんねえよって思うかもしんないけど、ちっちゃく書くとなるんだわ、これ。で、この、もともと里の上の部分は田んぼの田ですよね。田んぼの田は4つの四角からできてるわけ。だから、その4つの四角がちゃんと残ってないと、当然綺麗に見えないんですよ。空間がなくなっちゃってるので。いい。空間がすごく大事。で、こういうのはね、線が重なっちゃったりするのをぐしゃってするって自分が表現するんですけど、これが、徹底的になくす。これをね、徹底的になくしていくと、全体まとめた時に非常に綺麗に見えます。自分の板書見てもらうと、結構、そういう風にぐしゃってなってる文字ってあんまないはずなんですよ。それはすごいこだわって書いてるので、まあ、たまにあったらごめんね、それはね。で、例えば、別に一箇所ぐらいよくねって思う方いるんですよ。そう。確かに、これ、ここの今5行あって、排出量の量だけぐしゃってなってても、多分全体は汚く見えません。見えない。けど、別に一箇所ぐらいよくねって言ってる子は、他のとこも無意識にぐしゃってなってるから。そう。大事にできないんでね。一箇所を大事にできなかったら他もなるって。で、これが、ぐしゃ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 って感じで、何箇所も出て、ポツポツぐしゃって文字が出てくると、全体的に汚く見える。ノートが。だから文字が汚く見える。そう。なので、まあ、もしね、字が汚いって、字はとにかく、習えば確かに上手くなるとは思うんですけど、別に習いに行く、そこまでじゃないとか、そこまではしたくないっていう方だったら、まあ、こういう風に、ぐしゃっとしない。文字と線と線が被らないようにしっかり書くっていう空間をね、捨てるの下の右側の下のとこも口とかをぐしゃってしないっていう、ちゃんと空間で口にしてあげるっていう、それだけでも非常に綺麗に見えますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。でもう一個のポイントとしては、行間ですね。行間、行の間ね、行の間、例えばここちょっと細かいこと言うと、1個目のニュース、これ一まとまりなんで、上の行から下の行まで4センチ離してるんですね。で、こっからここはニュースが切り替わるんで、こっからここまで5センチ離してるんですよ。そう。でも実は、これ、ちょっとニュースが多くて書く量が多いんでね、ギュって詰めちゃってるんですけど、もうちょっと隙間を開けたいの、本当は。で、これを、まあ、今書くことはできないんですけど、例えば、これね、3.5 でもいけるんです、ここ。4センチじゃなくて。3.5 だともうちょっとキュって詰まってるんですね。3.5 センチで全部詰めたら、すごい読みにくいですよ。この板書きっと。そう。こうやって空間があることによって全体が綺麗にまとまります。ノートを書くとき、みんなね、
詰める人いますね。これはですね、小学校の先生で詰めろっていう人がいるんですよ。待てと、詰めさせんじゃねえよって思ってるんですけど、自分は。詰めちゃダメ。いや、だからって無駄に開けちゃダメだよ。変に開けるのもおかしいんだけど、ひとまとまりとか、ちょっと詰めすぎてるなっていうか、こう例えば、自分の感覚は3行詰まってたら開けたくなるんですよ、次。ちょっと。4行、まあ、ギリかな。5行は多いみたいな感覚でいるタイプなのね。まあ、もちろん切れないとこもあると思うんですけど、それはみんなの感覚に任せます。ノートは後々未来の自分のために残すんだから。いいかな。だから自分が心地いい隙間とか行間を見つけてくれたらいいと思うんですけど、隙間を作ること、行間を開けることを恐れちゃダメです。先生があたこと言ってくるかもしんないけどね。それでノートの成績が下がるんだったらやめてほしいけど。そういうね、そういうなんか無駄にね、厳しい先生いるからさ。まあ、そんなとこかな。ポイントとしては。はい。です。まあ、なので、一つ一つの文字と、あとは行間ですね。ここを意識すると、まあ、ノートとか、板書の綺麗さに関してはいけるかなと。で、ここからは板書のみの話、こっちのね、ホワイトボードの話なので、まあ、学生の見たらね、止めてもらっても構わないんですけど、よく、まっすぐ書けないって方いますね。これ多分みんなも、黒板でさ、書くとき、前に出て書くときに曲がるでしょ。多分、右利きの方はね、右に下がりやすいんだよね、こうやって。下がっていく。で、これをもし直したい、まあ、塾講師の方は仕事してるんで直したいと思うんですけど、これ練習の仕方があって、まあ、自分はね、ホワイトボードで動画撮るときにこっちから書くって決めてるから、こうしか書かないんですけど、練習するときはこう書くのと、人によってはこう書くこともあるんですよね。こっちからこう書く、こうやって。こともあるので、まあ、当然両方練習します。左利きの方もそうです。こう書くことと、こっちですね。こう書くの。両方練習してください。で、あとは、まっすぐ書こうとする練習する人いますよね。正しいんですよ。まっすぐ。ちゃんと書いてみて、まっすぐなってるかなって。確認してほしいんですけど、これね、まっすぐの練習だけじゃなくて、右に下がる練習と、右に上がる練習してごらん。意図的に下げるの。例えば一つの文を書くときに、右にちょっと下がるように。これ、慣れてきたら、2ミリ下がるとか、5ミリ下がるとか、1センチ下がるとかってできるんだけど、やってみるといい。この文字を、こうやって書いてみる。書いてって、下がってるように書くの。そうすると、まっすぐ書いたり、右に下げたり、右に上げたりがコントロールできるので、結局まっすぐ書けるから。これは、まっすぐ書くだけの練習するんだったら、下がる練習、上がる練習もした方がいいです。その方がコントロールしやすい。ぜひやってください。自分今もやりますし、塾講師の時は鬼のようにやってましたから、この練習。まっすぐ書く練習ね。まあ、まっすぐ書くっていうか、ホワイトボードを綺麗に見せる練習はしてたので、まあ、よかったら参考にしてみてください。これ何の動画だってなりましたけどね。まあよかったらここまでお付き合いいただきありがとうございました。多少なりともね、参考になれば嬉しいです。